バカブレボディバッグ、このバッグを買う前に見るべき動画ということでよろしくお願いします。小さい方っていうのを廃盤にしようと思ってます。ハイエンドモデルも作ろうとは思ってるんですよ。はい、本日ですね、バカブレボディバッグ、このバッグを買う前に見るべき動画ということでよろしくお願いします。ということで、この背負ってるバッグなんですけども、これはね、やっぱシンプルで、どっちかって言ったら収納とかしやすい、使い勝手がいいっていうのが僕なかったんですよ。で、それまではアークテリクスのマカツ、その後マンティスって名前になったんですけど、それをずっと使ってて、まあこういうファッションとか普通の春のお出かけするとき、まあ夏とかもロンティー1枚とかで出るときとか T シャツ1枚出るときに、こう綺麗めな感じっていうか、スポーティーな感じじゃないやつないなと思って、今からだいたい3年ぐらい前ですかね、自分で香川県の工場に行って、ご挨拶して、こういうバッグは僕作りたいと。で、まあこういう風に裏側にもありますけど、スマホをねシュッて入れるような、このマンティスみたいな感じの、それでなおかつレザーのバッグを作りたいんですみたいな話をして、あー分かりました、ほな作っていきましょうかみたいなことから作らせていただいて、まあ今回ね、もうこれ累計4000個とかぐらい売れてると思うんですよ。で、4000個ぐらい売れてたらどんなもんなんかなって、あんまイメージわかんないじゃないですか。自分が作った商品が4000個売れるってちょっとイメージわかんないと思うんですけど、それこそね、ついこの間東京パーって歩いてたらね、目の前の男の人がこれ持ってたんですよ。大体年はね20代半ばぐらいの人だったかな、まあ、こんな感じでこうかけてはったんですね。で、こういう感じで、で後ろ姿しか僕見えてないから、こういう感じで歩いてはったんですよ。で、男の子3人で歩いてて、真ん中の人がこのブラック持ってはって、声かけようかなと思ったんやけども、っていう話をこの間このバッグ屋さんと喋ってたんですよ。いや東京でこの間見てねみたいな話したら、そのバッグの社長さんも言ってたんだけど、自分で作った自分のところのブランドのバッグって輝いて見えるでしょって言われて、確かにと思って、東京の新宿で山ほど人おったのにバーンって見えたんですよ。で、このバッグ一緒やと思って、もうほんまにその秒数ってお前5秒ぐらいですよ。5秒ぐらいで違うとこ行っちゃったから、うわどうしよう、うわこれ声かけた方がいいかな、でも声かけ知らんって言われてどうしようかなっていうことがいろいろ走馬灯のように振り思ってやる瞬間におらんくなってました。だから、あの次見かけたら声かけたいなと思うんですけど、まあ、それぐらいでこう皆さんに使っていただいてはいてるんですけど、まあ、ただやっぱり僕が作っていく中で、本当に皆さんからね、こういう人に向いてるっていうか、こういうのいいよって言っていただける声も実際ある反面、いやこれどうなんっていうお声もやっぱあったりするんですよ。で、これ昨年もねこういう動画作ってるので、これに関してはこの今年のレビューの中でやっていこうと思います。だから昨年は昨年までの動画見てもらえたら、去年の動画ここに出てると思うので、それ見ていただければ今までのレビューが見れるので、これはニューバージョンのレビューという風に思っていただけたらなと思います。で、このバッグ結構聞かれるのが、こういう 500ml のお茶入りますかっていう声聞かれるんですね。で、これ実際問題、これ僕が使ってる私物なんですけど、使いすぎてもうツヤ出てテカテカなってますけど、特にオイルとか塗ってないんですけど、これに関しては 500ml のペットボトルっていうのは、まあ、入らないんですね。これまあ一応 600ml ですけど、こういうのも全然入らへんっていう感じになってくるし、あとこういう感じじゃなくて、こうなんていうの、斜めにかけて、よくハイブランドとかがあるじゃないですか、こういう感じのバッグってできないんですかこれはって言われたんですけど、これに関してはそういう風に作ってないから、やっぱちょっと細いんですよ。で、こういう斜め掛けにしようと思ったら、やっぱり太めの紐になってくるかなと思うので、まあ、そういうところが、まあ、残念かなっていう方もいらっしゃるし、あとこれのワンサイズちっちゃいバージョンっていうのもあるんですよ。まあ、これも実際僕が使っててもうテカテカになっちゃってますけど、これもいただくお声の中で、こうスマートフォンが大きい場合入りづらいっていうお声いただいてたんです。で、もう確かにそうやなっていうのと、ボディバッグに関してはこの大きい方のが人気なんで、この小さい方っていうのを廃盤にしようと思ってます。まあ、そういう皆さんのお声聞いて、最初これからスタートして、いやでかい方がいいよって言って2センチ大きくしたんですよ。結果こっちの方が皆さんにとって人気あるから、僕が一番最初に作ったこのタイプも僕としてはすごい思い入れはあるんですけど、残念ながらもう廃盤にしようと思ってこれで行こうと思っております。で、まあレビューとかでも書いていただいてるんですけど、この値段でこれ出すのすごい安いですねってお声いただいたりするんですけど、まあ、革とかもね、まあ、いい感じじゃないですか。これは新品、これは使ってるやつ、こんな感じでね、ツヤ感とかやっぱ出てくるの分かりますかね。使ってれば勝手にツヤ感出てくるんですけど、こういうお声いただいたりしてて、まあ、もう少しねハイエンドモデルも作ろうとは思ってるんですよ。ボディバッグの大サイズこれ一つになっちゃうので、もう一個上位モデルっていうのを作ろうとしてて、それはちょっと革をもうちょっといいグレードのやつにして、でさらにジップとかもこの YKK の普通のジップではなくて、エクセラって言ってハイブランドが使う用のバッグにして、斜め掛けにできるようなバッグを今5月末ぐらいにサンプル上がるようには動いてるんですけども、まあ、それとは別で、これはこれでなんて手が出しやすくて、なおかつ本革でクオリティ高く作ってるので、これはこれで思い入れあるので、まあ、上位モデルを次は作ろうかなと思ってます。で、実際問題、これで皆さんにいただいたお声っていうのを2024年、3ヶ月ほどいただいたお声がありますので、それをねご紹介していきたいなと思います。ちなみに僕に関しては全色1回使いました。2021年から2022年にかけてはブラックで、その次の年はこのキャメルっていうのを使いました。で、キャメル使ったおかげでなんかどっかこすったんでしょうね、白い跡ついてますけども、これは2022年3年とか2023年ぐらいか、使ってて、でその翌年はこのブラウンをずっと使ってるということで、まあ僕は全色使ったんですけど、こういうデニムの時なんかはね、こうブラウンとかこういったキャメルなんかはワンポイントになって可愛いかなと思うんですけど、まあやっぱ使いやすいのはブラックかなと思いますけどね、正直ね。そういうお声があるんですけど、まあ皆さんのお声見てもらったら、
まあ、ブラックブラウンについてキャメルをゲットしましたと、コンプリートさせていただきましたということで、まあ、暗いブラックコーデなどの時に差し色で使えばということで、まあ、確かにこういうデニムとかいう感じの時にあえてワンポイントで使うっていうのがね、可愛らしいんじゃないかな。特にデニムとは相性いいと思います。でそれが何やったら、まあ、欲しかったものがドンピシャで素晴らしい商品ということで、サイズもバッコシって書いてますけども、これ以上その小サイズが今回なくなるじゃないですか。小サイズがなくなるから大サイズしか残らんって、実はもう一個大きい特大作ろうとしたんですよ。でそれやってろうと思ったら、どうもね郵便局屋さんみたいなんですよ。郵便屋さんみたいになるから、うわちょっと特大まで行くとやりすぎやなっていうので、もうこれじゃなくて上位モデルっていうのをまた別で作ろうっていうことで、サイズ感はほんまにこれが多分確かに完璧やと思います。僕作ったのはちょっとワンサイズちっちゃかったって言われたら、確かにちっちゃかったかもしれないです。これはもう皆さんのお声でできたボディバッグっていう感じなん でそれがには20歳の息子のお祝いにプレゼントしましたということで、結構ねこれね逆の声聞くんですよ。おじいちゃんにプレゼントしたとかお父さんにプレゼントしたっていう声聞くんですけど、まあ全然若い方でも、まあ、僕東京で見た方も20代の方やったから、まあ、プレゼントしていただいたんかなと思います。だから僕もし声かけてね、東京の時に、あすいませんこれあの僕の作ったバッグですよねって言うとするじゃないですか。でそれお父さんからプレゼントされたり、おじいちゃんからプレゼントされたら、あ誰ですかって言われるから、まあ、そう考えたらこの人じゃないとは思うけども、声かけんでよかったですね。声かけたら恥ずかしかったから。で他、ハイブランドのバッグを持ってるんですが、使いやすくは比べ物ならないぐらい良かったですということ で見た目も YouTube の動画以上に良くて感動しましたっていう風に言っていただいてありがとうございます。まあ、これはね僕いつも言ってるみたいに、とりあえず正直なお声聞いたんですよ。で正直なお声聞いた上でサイズを大きくした方がいいって言われたら大きくするし、品質がちょっと低いって言われたら品質を高くできるように頑張っていくってことなんで、まあ、その辺はねほんまに正直に言っていただいた方が僕としても嬉しいので、どんどん皆さんと一緒にいいものをね作っていって、いろいろ残していきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。多分工場さんもそっちの方が嬉しいというか、中途半端なもの作ってお客さんが不満でもう次買わないっていうよりかは、中途半端やったらバンバン言ってもらって改善していって、いいものを作っていきましょうみたいな感じでいく方がいいかなと思いますので、またそのねこの会社さんもいい会社さんなんですよ。だからちょっと無理言っても結構答えてくれるので、本当にいつもありがとうございます。動画を教えて言わせてもらいます。あの社長の奥さんが見ていただいてございます。奥さんにごまをすっときたいなと思います。ありがとうございます。で次がね、まあ、発送の箱で、いつも丁寧な発送ありがとうございますと、思いのこもった商品なんだと思いましたっていうことなんですけども、まあ、これは購入していただいた方に気づいてもらえるところなんで、まあ、最初は分からへんと思うんですけど、来た時にあなるほどそういうこと言ってんやっていうのが分かると思います。ちなみにこれバックインバックもできそうですってお声なんですけど、僕は実際バックインバックしてるんですね。このリュックの中にボディバッグを入れてるので、それで言うともう一個のハイエンドモデルに関してはここを取り外しできるようにしようと思うんですよ。でこれを取り外しして、普段は自分のビジネス用のバッグに財布とか、入れといて、ちょっと出かける時はまたこの横の金具つけて紐つけるとか、あと旅行の時とかは旅行ケースにこれ入れといて、街中をちょっと散歩する時だけこの紐をつけるみたいなのができるように、ちょっとその辺なんかもこう皆さんからいただいたお声をもとに作っていきたいなと思ってます。まあこれに関してはその金具とかつけちゃうとやっぱコストどんどん上がってくるのでできなかったんですけども、そういう形でやらせていただきました。次がね、まあこれ嬉しいですね。 YouTube で発信してくれてありがとうございましたと。だから僕が別に買ってください買ってくださいお願いしますっていうわけじゃなくて、買っていただいたにもかかわらずむしろ教えてくれてありがとうって言っていただいてるっていうのがね嬉しいなと思います。まあ本当にやっててよかったっていうか、自分で商品作って別に売りたいから作ってるわけじゃなくて、こういうのがないから作ろうと思って作った結果、まあ嬉しいって言ってくれたのがね、まあ、僕と同じ思いで嬉しいなと思います。であとはですね、マチが少ないかなっていうことを言っていただいて、ここですよね、この横側のマチがないよということで、まあ、これに関してはあえてそういう風な作りにはしてるんですけど、その次回作る用はあえてマチを作ろうと思ってですね、上位モデルでマチを作った上でこう斜め掛けできるような感じだから太い紐になるんですけど、まあ、これに関してはちょっとマチを作っちゃうとほんまに郵便屋さんみたいになっちゃうかなって、まあ、個人的には思ってるんですけど、こういうお声を、ありがとうございます。そういうことで、裏側の3分割ポケット、このスマホのところですね、使うことができない、落ちるのが心配、チャックに入れてマチ2センチにしたらスマホケースになるんじゃないかっていうことでいろいろ入れていただいております。入れるものもめっちゃ細かく書いてくる。お薬袋、カード入れ、ハンカチ、お薬、爪切り、鼻毛切り、整髪剤、小分け品、めちゃくちゃ細かく言ってくれてるけども、確かにここまで入れようと思うとこのサイズでちょっときついかもしれないですね。やっぱ荷物の多い方は多分向いてないっていうか、ちょっと厳しいかもしれないっていうところですね。でも率直な意見ありがとうございます。で、次、見た目とか肌触りとかサイズ感とてもいい感じですということで、拓造さんが動画で紹介してくれてイメージを想像しやすかったのと、届いた商品が紹介レビュー通りで消費者目線でレビューしてくれてるんだなと感じることができましたということで、ありがとうございます。だからまあ基本的に合わない人はやっぱ合わないってはっきりちゃんと言っとかんと、買った上で合わへんやんってなったりしたら、もちろん返金はさせてもらってるんですけど、無駄な手間なんで、それやったらもう合わない人は例えば、わ外したかってんこれとかっていうのは、あちょっと合ってないかもしれませんとか、あとお茶入れたいねん 500ml の、あちょっとそれは無理かもしれません、他のバッグの方が多分向いてると思います、まあうちはないんですけど、他でもいろんなそういうバッグいいのを作ってはる方いらっしゃるので、そういうのはいいんちゃいますかと。例えばスローさんとかね、マ
スターピースさんとかすごいいいのを作ってるバッグ屋さんっていうのがあるから、吉田鎌のポーターさんとかね、それでお茶も入れれてなおかつ持ち運びもしやすいみたいなのがあればね、僕もそういうのもレビューしたいなと思いますので、ぜひ教えていただけたらなと思います。でこれね、めちゃくちゃ多い意見なんですけども、ご主人はブラックを買って、奥さんはブラウンを買ったっていうお声めっちゃ多くて、っていうのも最初は別々で買ってるんですよ。最初は1個だけブラック買いましたと。で使ってるうちに奥さんが、あんたそれええの使ってるやん、ちょっと貸してって言ってこれ使うじゃないですか、これええやん、ちょっと私借りるわって言われた瞬間に、おい俺もズヤスなくなるやんって言って2個目買いましたって言ってくださる方多いんですよ。で僕のカラーしてくれてる美容師さんもこれ買ってくれてるんですよ。だから知らんまで僕買ってくれてて、全然買いますとも言わんと、次髪の毛染めに行った時に、あのこれこの間買わせていただきましたって言われて、買ってくれたんですねっていう話で、嫁も気に入って嫁が使っておりますとか言いながら教えていただいたんですけど、まあそんなのほんまにね嬉しいなと思います。だから別に買って売り上げ伸ばしたりとかじゃなくて、もう単純に世の中にないものを作って、それがその人の人生とかその人の遊びとかその人の休日が楽しくなるっていうのが、まあ、僕の目標というかね、そういうところにコンセプトを置いて、まあ、そうなってくるとやっぱ原価が高くなってきたりとか、そうなってくると僕が今までいろんな買ったものの中でちょっとないよねっていうアクセントを入れていったりとか、そういう風にしたいなと思ってますので、ありがとうございました。次は50代ですね。やっぱ20代から50代、もっと60代とかもいらっしゃるから幅広いんですけど、商品を拝見させていただける負担使いでも違和感なく使えると感じましたということで、拓造さんやレビューでもおっしゃられた方がいましたけども、この手のバッグでちょうどいいものを探すのっていうのは結構難しいですということで、まあ、このバッグに出会って拓造さんが商品説明会しっかりしてくれたんで安心して購入することができましたと。嫁も気に入って色違いを注文してますというふうに言っていただいたんですけど、まあこれ多分おそらくこの方ブラックやから奥さんはこれか、まあ、キャメルでしょうね。そういうの言っていただけたらね、また僕自身も商品作り、これは例えば気に入らへんっていう人もいらっしゃると思うので、まあ、これは気に入らへんけども、あ他はいいやんとかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、また頑張ろうってやっぱ思えるので、まあ、買っていただいた時はね、正直に微妙なとか正直微妙って言っていただける方が本当に嬉しいので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして次が、高田さんの YouTube 見て一目惚れし即購入決めましたということで、まあ、最初は来るまで不安やったけども、思った以上に上質で大変満足で、色違い欲しいぐらいということで、喜んでいただきました。まあ、正直ねこうやってネットとかやから、まあ、YouTuber がこうやって喋ってるのってほんまに来んのとか、ほんまにこれ一人で考えたんとかって、やっぱりいろいろ不安になることあるじゃないですか。それはねもう僕動画でも流してるんですけども、とにかく自分で足運んで工場を見させていただいて、工場の人と直でお話しして、僕のカメラマンとか僕のスタッフとかじゃなくて、僕が全部やり取りさせてもらって、デザインも決めてサンプルも何回も作って皆さんに出すっていう感じにしてるので、途中で潰れるやつもいっぱいあるんですよ。喋ってる中でサンプル作るんやけど、うまいこといかなかったねって言ってやめる時も全然あるので、その辺は 100% になったものしか販売しないっていう風には決めてますので、まあ 100% と思ってこれ出してんねんけども、それでもやっぱりサイズが違うっていう方もいらっしゃるじゃないですか。で実際問題サイズ上げたらこっちの方が人気になってるので、まあそういうお声もね、フィードバックとかもどんどん反映はしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。まあ、実際まだこの履いてるパンツ、グレーのパンツももともと黒パンから始まって、黒パン人気で色違い欲しいって言われて、グレー出したらグレーが人気で、その時にベルトループはつけてって言われて、ベルトループつけたらやっぱこっちの方がいいって言っていただいたりとか、僕の中で 100% と思って出してるんですけど、皆さんにとってそれが 100% じゃない場合は言っていただけたらそれは対応したいなと思ってますし、まあお前ふざけたことばっかりいつも言ってるかなと思うんですけども、ふざけたことは言ってんねんけども、ものづくりはマジでやってますので、まあそれでもふざけたことは言いますけども、まあその辺はね100歩譲って許していただけたらなと思います。っていうのがね、ただスマホを入れると少しきつい感じがしますっていうお声もいただいてて、やっぱこの街の薄さやから、こういうスマホケース入れてない人はこのままピュッて入れたら全然問題ないんですけど、やっぱスマホケース入れてる人はここがバコってこう幅広がってくるんですよ。この幅がガッと広がってくるから中の荷物が入りにくくなってくるとかいうお声もあったりするので、難しいところですよね。大きさを取るのか、大きさを大きくして機能面を取るのか、もしくは大きさをこのままにして形を取るのかっていうところで、まあ、これめちゃくちゃ難しいところやなと思うんですけども、ありがとうございます。またこんなこと言っててももしかしたら特大作るかもしれへんし、こういうお声を普段から見といて、あこれがいいかなあれがいいかなっていうのをねやっていきたいなと思います。次の方はね、僕の逆ですね、僕元教員なんですけど、この方は現教員という方、私は年を重ねたら教職員となりましたと。ピカピカの1年生ですと。でもこの方50代なんですけども、まあ、これからね、おしゃれとか仕事とかに挑戦していきますと。で50代初めての仕事だけど頑張っていくし、おしゃれもね楽しんでいきたいっていう、すごいこう希望に満ちてる人っていうかね、他の人が希望に満ちてれないみたいな言い方になっちゃったけども、すごいこう嬉しいねお声ですよね。で他にやったら、前回ボディバッグのブラックを購入していただいて、で次にブラウンを購入していただいたっていうことで、ありがとうございます。まあ僕もね前から使ったんですけど、やっぱり結局一番使いやすいのって黒やったんで、黒ってね、いやいや味気ないやんと思うかもしれんけども、黒でも金具にゴールドを使ってるじゃないですか。だから真っ黒ではないんですよね。そういうところでは使いやすいかなと思いますし、ブラックを持ってる人は逆に色違いが欲しくなると思うんですよ。こういう時に黒で味気ないからブラウンにしようってなっちゃうと思うんですけど、まあ一番最初はまあブラックかなと思います。で次はですね、届いてすぐに質感とかデザイン気に入って、
妻も気に入ったみたいでキャメルカラーの検討をしてますっていうお声を言っていただいてありがとうございます。また完売のキャップも気になってますということで、キャップはね何年かに1回作るんですよ。でそれも限定100個しか作らないので、もう完売したらもう次出さないので、また次の年か翌年とかにデザインの違うやつが出てくると思うので、またキャップも楽しみにしておいてください。次がメイドインジャパンなんですけど、いろいろなところにコストがかなり高くなるんでしょうけども、まあ、ほんまにメイドインジャパンで安い、今回で2回の購入ですが、1回目は黒パンということで、今回ボディバッグということで、これまたいいじゃないですかということで喜んでいただきました。ありがとうございます。で次の方は究極の黒パン購入してとても気に入ったので、他の商品も気になってボディバッグも買いましたと。正直1万円ちょいのクオリティかなと思ってましたが、革の品質とかジップのスムーズさとかとても満足してますというお声をいただいております。まあこれ原価高騰でね、値段がこの1万円ちょいからもう少し1万円真ん中ぐらいに今なっちゃってるんですけど、品質はね落としたくないので、値段据え置きで品質下げるってなっちゃったら、まあ、元も子もないというかいうところになりますので、もうこれ以上値段が上がっていって、もう途中ですんごい高くなったら多分もう廃盤にすると思います。もう僕はその辺容赦なく、もうそこが厳しいんやったらもう廃盤でもなくしちゃって違うやつ作るとかってやると思うので、今はね工場さんのご協力もあって、なんとかこの値段でやらせていただいておりますので、もうこれ以上厳しくなるってなった場合はいつか廃盤っていう可能性もねあるかなとは思います。で次が、箱を開けた瞬間からワクワクが止まりませんでしたと、カパッと開けた瞬間にどうなってんやろうということで楽しんでいただいて嬉しいです。これからのお出かけが楽しくなりそうとかね、デザインとか質感とか全てこだわっていいですとか、いい商品で使いやすそうですっていうお声いただいております。まあやっぱり嬉しいのっていうのは、もちろん初めて買っていただいた方っていうのも嬉しいんですけど、一回買ったことある人が色違い買いたいとか、奥さんも喜んでるとか、子供にあげるとか親にあげるとか、やっぱそういうお声聞くと、なんかほんまに真剣にねやっててよかったなと。もう僕バイクで香川行ったりしますから、まあ、バイク以外でもこの間も行きましたけども、やっぱその丸一日かかるんですよ、行って帰ってきたらね。いくら大阪から言うたって、明石海峡大橋越えて香川まで行って、で香川終わった後また帰ってきてってやったら、まあ言ったら1日くらいかかるんですけど、まあ、それってね、うわ今日何もできんかったな、まあ、工場さんとも喋ったぐらいなと思うけど、動画も撮られなかったなと思うけども、まあ、こうやって喜んでいただいたら、あそこ行っといてよかったなとか、あの時間無駄じゃなかったなとかって思うので、まあ、ボディバッグだけじゃないんですけど、こうやって着てるようなデニムのジャケットとかロンティーとかグレーパンツもそうですけど、まあ、どうせ作るんやったらね100%、もう80点とかになると100%に行くまでやるって決めて、まあ、今後もねやっていきたいなと思ってますので、まあ、申し訳ないことに、まあ、そのボディバッグの上位モデルもそうなんですけど、できるまでに時間かかっちゃうんですよ。もうやっぱ僕一人で全部やってるので、どうやっても動画も撮らなあかんし、商品作りもやるってなってきたら、すごいこう時間はかかっちゃって、1年間でも何商品しか出せないんですけど、まあ、その辺はね妥協することなく100点満点をずっと作り続けたいなと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、ボディバッグを買う前に見ていただきたい動画ということになっておりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。